こんにちは、広田泉の妻、広田環奈です、28日から、OM システムギャラリーさんで広田泉展が始まります。このお話をいただいたのがちょうど1年ぐらい前だったんですけれども、その時に予約できる、じゃあ一番早い日付でお願いしますっていう話をしたら、ちょうど3月28日、2回目の命日からでした。3回忌になります。で、今までに撮ってきた写真の中からセレクトして、まあ少し焼き、新しく焼いた写真もありますけれども、見ていただこうと思うんですが、今回は、写真を見ていただくっていうのもあるんですけれども、その頭の中に、いろいろ、なんかこうアイデアの泉みたいな感じで、こうやったら見てくれる人が喜ぶかなとか、こうやったら見てくれる人がびっくりするんじゃないかな、写真はこういうふうに見せてみてもいいんじゃないかなとか、いろんな実験を重ねていたので、そういう頭の中のアイデアの泉みたいなものを見ていただきたくて、泉という題名にいたしました。よろしくお願いいたします。で、今回はアートディレクターの福田さんにディレクションをお願いして、全体のデザインや作品のセレクトをお願いいたしました。皆さん、はじめまして、デザイナーの福田と申します。今回、先ほどもお話が環奈さんの方からあったかと思うんですけれども、お話をいただいたのがちょうど1年ほど前でした。で、その時正直ちょっとびっくりしまして、で、それはなぜかというと、私が広田泉さんにお会いしたことがなかったんですね。で、まあ当然作品は見させていただいてたわけですけれども、直接お会いしたことがなくて、お会いしたことがないということは、写真に対する思いですとか、そういうのを、まあお聞きしたことがなかったので、まあそういう自分が、その写真展を構成するということが、果たしてふさわしいのかどうかっていうのが、すごくちょっと、まあ、悩んだというか、正直。それで、僕でいいのかなっていうふうにすごく思ったんですね。だけれども、まあ、そこですごくありがたいお話ですし、光栄だと思ったので、まあ、私でよければっていうことでお引き受けさせていただきました。で、そこから、作品をたくさん見させていただいたり、彼が、やられてる、YouTube のチャンネルを見させていただいたりしていく中で、まあ僕の方で勝手に、まあ泉さんだったら自由にやってみてっていうふうに言っていただけるんじゃないかなというふうに、まあ僕の中で勝手にこう、思ったというか、まあそういうふうに感じて、で、そこからは、まあ、自分なりにやってみようということで、始めさせていただきました。で、始めさせていただいて、あとは作品それぞれに対する思いとかっていうことに関しては、まあ、環奈さんといろいろお話を伺ったり、過去に撮られている映像ですとか、過去のその写真展で語られていることなんかを、こう、まあ、参考にしながら、僕なりに構成を作ってみました。で、今日やっと、つい先ほど設置がほぼ終わったんですけれども、なんかこう、とってもいい感じに仕上がったんじゃないかなというふうに僕個人的には感じています。天国にいる泉さんも、この作品、展示、をご覧になって、まあまあじゃないぐらいのことは言っていただけるんじゃないかなというふうには思っています。で、基本的には既存の過去の写真展とかで
作られた作品を基本ベースにしているんですけれども、まあその中で何点かは新規にプリントしている作品もあります。で、その作品に関しては、まあこれもすごく悩んだ部分ではあるんですけれども、写真家本人が、パネルにするというのが、僕個人的には、最後の写真を皆さんにお届けする最後のその仕上げの作業だと思いましたので、今回そのあえてパネルアップみたいなこととか額装みたいなことを新規のプリントに関してはしませんでした。つまり紙のままの状態でパネルアップをせずに、プリントを展示させていただくことにしました。で、なので、ご覧になる方に対しては未完成の状態を見ていただくということになってしまうかと思うんですけれども、そこに関してはご覧になられている皆さんが心の中で泉さんの思いとともにその心の中で完成をしていただければなというふうに、思っております。で、今回そのギャラリーの展示方法についても OM システムギャラリーさんには大変僕のわがままというか思いをこう聞いていただきまして今までにないような大胆な展示等々ができているのかなと思いますのでぜひ皆さんこちらにお越しいただきまして生の、写真に触れていただいてで、泉さんのファンの方ももちろんなんですけれども、初めてこの作品というか、広田泉という写真家の作品を初めてご覧になる方も楽しんでもらえるような、展示になっていると思いますので、ぜひ、皆さん、お越しいただければなというふうに思っております。で、私自身もできるだけこの会場にいるようにいたしますので、まあもし何かありましたらお声掛けいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。